CB190SS、まだ残ってますよ。誰か買ってください。4128キロ、ね、ワンオーナー車。嬉しいのは ETC2.0 ついてますよ、皆さん。 ETC2.0 ついてる。さらにリアキャリアついてますよ。どうですか。一応ね、価格はね、それ見てください。決して高くないと思う。だって登録代行も入ってますよ。だってちょっとしたお店で登録代行って言ったら2万ぐらい平気で取るでしょ。取るっていう表現で請求されますよね。うん。で、一応納車整備一応やります。はい。ブレーキフルード前回変えてないんですよ、新車の時。見たらやっぱ黒いって。1年経ってますからね、でもこれね。でもね、なんかあんまりこの間のとあんま変わらないような色なんですよ。だからこの間のやつがそのままなんですかね。1年経っ、ブレーキはもしかしてこれ1年前にも日清からホンダの方に、中国ホンダの方に送られてるのかなとかね、そんなこと考えちゃいましたよ、ね、納品されてるんじゃないかとかね、うん、余計なことをね、はい、だからブレーキフルード変えます、はい、ね、ブレーキフルード変えますよ、ね、うん、これこの間のじゃないですかね、この間のやつでちょっと途中ちょっとだけつなげてこの間やったやつまたやってんじゃねえのなんて、そんなことはやらない、そんな手間かかることは私はやりません。それだったらフルード変えた方が早い、何言ってんだろうって感じですけど、で私はね、とんでもない勘違いをしてましたよ。キムコはダメです。ダメ。通販ダメ。業販もダメ。はい。そういうことになりました。はい。許してください。はい。ね。うん、だけど、私ね、いろいろ考えました。はい。でも、それを言うと、万が一ですよ。万が一、キムコの関係の人がね、見ててね。けしからん店だ。今までは、なんか宣伝みたいなのをしてくれてたから、ちょっと多めに見てやったところはあるけど、こいつは許さねえって言われたら困るじゃないですか。もう取引中止。契約書ちゃんと読んでくださいってね。やばい。だからうちはね、できませんっていいですかね。いいですね。はい、すいませんね。はい、そうは言ってもいろんなね、あれがありますから、ね、私もいろいろ考えましたね。考えたんです。はい、ね、やっぱりそういうね、頭っていうのは使うためにあるんだって。そして抜け道を常に考えなきゃね。抜け道じゃないけど、うん、新車と中古の新車と中古なんて話ね、中古なんて話をしちゃうと大変なもんだね、これいいのはね、中古車ってね、あれなんですよ、中古車ってね、通販しようがないしようが勝手なんですよ。どこのお店が売っても自由なんですよ。中古だからね、その手があったかってその手があったんだ、うん、すっかり私はね、そんなね、あ、うちは契約上キムコはね、共犯しませんよ。ダメです。通販もダメです。やりません。はい。以上。私はそれを守ります。はい。やっぱり長いものには巻かれなきゃいけない。権力には従わない。あ、権力じゃないですよ、別に。じゃなくて、契約書交わしてるだけなんです。でないと、ほら、うちクビになっちゃう。ね。今、キムコクビになったら、うちもうやっていけなくなっちゃうから、まずいんですよ。うん。やっていけないかどうか、別に、私の場合、いざになれば、んじゃあ、どっかで働くからいいや。近くのサイゼリアでバイトするかもしれない。いらっしゃいませー、つって。デニーズでバイトしてください。デニーズへようこそ。どうぞ。何名様ですか？あ、はい。ね、じゃあ、こちら、お好きな席にどうぞ。つってね、今、水とおしぼりお待ちしますね。はい、お待たせしました。あ、今、おすすめはですね、こちらのね、フェアやってますんで、よろしければどうぞ。あ、そちらで、お決まりになりましたね。そちらのボタンを押して、お呼びください。じゃあ、失礼します。ね、あれですか？井戸端会議ですかとかね。余計なこと言わないでね。余計なこと言わずに、普通にやると、うん。そういうことですよ。ね。うん。大変。本当に大変。真っ黒。見てくださいよ。一年落ちですからね。一年経つとこうなるんですよ。ホンダさん。ほら、ホンダさんのブレーキフルート、これ。一回も変えてない。ね。一年。あ、でも言いますよ。あ、それはホンダモーターサイクルのオートバイではございません。ホンダモーターサイクルのオートバイは大丈夫だと思います。PCX とかね。あ、ちょっと黒くなる。なんてこと言ってるんだろうな。やばい。また言われますよ。ホンダを敵に回してるのはあなたですか。ねえ。ホンダの悪口を言ってるのはあなたですかみたいなね。そんなことないですよね。そのうち顧問弁護士が出なかったけどな。やばいですよね。そうなったら私はもう、ね、突然、猫みたいにパッとおとなしくなったら、ね、そう、これがね、何万人もチャンネル登録者がいるようなとこだったら、いや、人だったら絶対言わないですよ、こんなこと。冗談でもそんなこと言っちゃダメ。ね。うん。
とんでもない話だよ。ね、冗談だとわかるけど、冗談と受け取ってくれない人もいるから ね、 ね、 そうですね。ということで、私はね、なんでこんなに何を言ってるんだって感じですよ、うん、そう、初めて見た人、え、何言ったのこの人ってわかんないですよね。そう、初めて見た人は、まあいい、決してですね、どこどこのメーカーに何かこう何かあるとかそういうことじゃないですよ、うん、ただ現実っていうか本当のことを言ってるだけです。はい、ブレイブルトは黒いっていう、それを言ってるだけであって、別にタイはないんですよ。全然タイないですよ、本当ですよ、うん、ただ私はね、言いたいのは一つだけあります。世界一のメーカーたるものはね、世界一であってほしいんですよ、うん、っていうことがあってほしくないんですよ。世界一だから、うん、関連会社だって世界一の会社の仲間でしょ、ね、いや、あそこはうちとは関係ないですからっていうふうに逃げてほしくないんですよ、ね、なんかもうやっぱ結局問題発言になって、ね、ダメですよ、そういうこと言ったらね。ホンダさんのバイクは素晴らしい、たとえね、たとえそれがどこのホンダでも、まあ、リードも黒かったですよね。ちょっとね、黄色かったか、ね、確か変えましたよね、私ね、リードもね。変えなかった。リードは変えてない。黒くなかった。うん、リード黒くなかった。うん、リード大丈夫。危ねえ、リード危ねえ、黒くなんて言っちゃったよ。リード黒くなかったですよ。大丈夫です。さすが日本で販売するやつですよ。ベトナム製です、あれは。はい、あ、PCX はね、お客様が乗ってこられた PCX は、色がちょっとついてた。だから、ああ、そういうもんなんだと思っちゃった。勝手に私はね。リードも開けた時に確認しました。ね、確認したんですけど、あ、大丈夫だ、ね。透明だ。だからそのまま戻した。配線だけして。何の配線したんですかね。もしかしたら防水剤みたいなのが入ってるんですかね。色が黒いのはね。なんか理由あるんだと思うんですよ。だってメーカーでやることですから。うん。まあね、こんな個人のバイク店がなんか言ってね、お前ふざけんなよって思われますよね。ちゃんともう何も知らないくせに何言ってんだと、色が黒いのは理由があるんだよとね、やっぱりちゃんと入ってるかどうか確認するためとかね、うん、何かしら理由ありますよね、うん、と私は信じたい、うん、で、真面目な話もしなきゃいけないですよね、こんなね、ふざけたね。私はね、好きだからいじってるんですよ。そう、私はホンダを愛してやまないんです。川崎もスズキも、まあ一応ヤマハもね、ヤマハさんちょっとおしゃれすぎてね、ちょっと似合わない、あとキムコもね、キムコはね、あんまいじんない、危ないから、うん、そう、空見たことかって言われちゃうでしょ、あーやっぱキムコはこうだなっちゃうんですよ。そうなると困るんで、なるべく君っぽい、ね、本田さんは何言っても、あの、ホンダがいいと思ってる人いっぱいいますから大丈夫なんですよ。 OK ね、フルード綺麗になりましたよ。だから先ほどのは、あの、純正で色つけてるフルードなんで、こういう風にね、透明のフルードにちょっと変えてみました。はい、いかがでしょうか。そうすると窓から見た時よくわからないっていうのはありますよね。でも、まあ、それはね、もう変えてるんでわかりますから、はい、変えた人はダメだ、上がってこいよ。まあこうなってくると、やっぱりフルードだけじゃなくて、私実は、ね、あのアクセルとかそういうのをこれはやってないんですよ、触ってないんですよ。だからね、アクセルボルトとかちょっとグリス塗った方がいいですよね。あの販売店に少しやる仕事を用意してくれてるんですよ、メーカーがね。販売店たるものをメーカーの吊るしで OK なと思うなよと、ね、ちゃんと見るとこ見なさいと言ってくれてるんだろうなと思うんですよね。うん、まあ、これは、まあ、ね、あれですけど、ちょっと違いますけどね。日本の、こう、ね、はい。そして、すいませんね、これはね、蓋。注意。使用指定制動液ってありますね。中国語だ。よいしょ。ただこれね、とりあえず前はやってね、あと後ろもやった方がいいですよね。
これ靴下さんでもいっぱい売ってますけど、やってんのかな靴下さん。うちでやるぐらいだから靴下さん絶対やりますよね。そう信じたい、ね、人間信じられなかったら終わりですよ、ね、よし、で拭くのはね、水が一番ですね水のついたやつで拭くのが一番やっぱりよく、うん、いい感じ。水ですよ、水。トレードはね、水に溶けちゃうんでね、水で。ね、入れてこないとうちも困っちゃうんでね。これ、ソクさん、いくらですか？どこ、わかんない。あ、靴下さんです、靴下さん。これっていくらなんですか、靴下さん。車両本体価格。30万ぐらいでしたっけ？で、乗り出しで40何万でしたっけ？ 30 ちょっとですよね、多分ね。だから、別に全然。言われるんですよ。これちょっとグリス塗りますかね。ちょっと1年乗られてますからね。ちょっとこれ塗って。チェーンの調整はね、ちょっと、ね、ちょっと張り気味だったような気がする。張ってましたね。買ったんじゃないですか、はい、ね、グリスすんげえたっぷり塗ってある。すごいですよ、これグリスだらけですよ。すごいな、うん、で、グリスをね、塗ってるわけじゃない、あのぐるぐる回してるのはグリスを塗ってぐるぐる回してるんじゃなくて、ベルハンマーというですね、表面なんとか剤みたいのがあるんですよ。まああの怪しげなやつがね、それを塗ってるんですよ、うん、で、あのそのそれを開発している鈴木機工っていうね、ところのこの部長さんが来て、こういろんなところでねデモンストレーションみたいのやるんですけど、でそこの要は熱を加える必要があるんですって、うん、これね、熱をちょっとでもったいないからね、うん、で熱を加えてこの表面にね、あれをするためにこうぐるぐる回してるんですよ、グリスのためにです。どうですか皆さん、やっぱり言ってます、あのベルハンマー、ね、使うときは熱を加えるんですって言ってますか。昔、木場さんとかやってましたけど、言ってました？ね。さくらさんとか言ってましたかね。そうみたいですよ。だから、シリンダーとかにピュッピュッってやっても、一発で飛んじゃうんで、エンジンかけたらね。だから、空で回してね、クランキングしてあげるっていうね。そうすると熱持つじゃないですか。金属と金属がすれ合うんで、多少ね。それで、こうやるのがいいんじゃないかって。ね、そんなことを。言ってた記憶がありますから、どうでしょうか、はい、あの例のやつをね、目の前で実演やってくるんですよ。おーすげえ、思わずね、買っちゃいそうになっちゃいますよね、そんなのやられたらね。古いグリスで取らなきゃダメですよね。いやいい案を提案してくれなかったな。で、そう、ちゃんとね、あの本音と建前をちゃんと分けてくれる方ならいいんですよ。何の話だよね。そう、営業とかね、うん、会社的にはこうこうこうなんですけど、一応ですね、それをちゃんと分かる人じゃないと、冗談じゃないけど、本音の建前を使い分けてくれない人はダメなんですよ。あ、ダメです。やるんですか？ダメです。そういう人は向いてない。うん。そう。あ、一応ね、
もしだったらこう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 いうふうにしてくださいね。こうだとちょっとまずいですね。あでもこうでも一応こうです、本来はこうですから、ね、それはちゃんと分かっててくださいっていうねあたり、うん、そういうところができる人じゃないと、あの闇雲に固い人はダメね。そんな人いるんですか。硬い人って誰だか分かんない。そうだから、あれなんですよ、少しねいろいろ話をしないとそのあたりが見えてこないね。ただ挨拶が来て、あこうこうで今度なんとかなりましたってね、そうすると信用を受けないわけですよ。下手に喋ると大変なことになるんでね。だからそのあたりをねちゃんとわきまえてね。何の話ですかね。いいじゃないですか、ね、いいですよね。なんで売れないかな、おかしいな。下取りしてね、結構うん、でもあれですよ、こうね、下取りさせていただいたでしょ。でしたら、え、そんな金額でいいのっておっしゃってましたよ、うん、あ大丈夫です、そうか、それならいいなつって喜んでいただきました、はい、うちは買い取り下取り安いですからね、そうどこにも負けません。さてね、それがゆえにね、過去に泣いたことがしばしば。後ろもやりたい。多分後ろも黒いでしょう。こういうことだからね。これ開けなきゃいけないです。ここ開けなきゃいけない。困ったな。シート外しますか。シートを外してみましょうよ。皆さん、これシートを外したことあります？これね、この本田さん的なね。いわゆるほらここに爪があってこういうのは引っかかるような仕組みなんですよね。本田さんのは簡単に外れないようになってるんですよ。途中でポンって飛んじゃったら大丈夫ですか、走ってる時にね、シート外れちゃったら抜けないようになって簡単にね。発走行中にほら外れたら困るじゃないですかね。さて ETC 入ってます。 ETC2.0 最新のじゃないですか。いや嬉しいな。でネジを外してね、やりましょう。